新型36回戦は、幕末から明治前期にかけて活動した浮世絵師、月岡義年による妖怪画の連作である。本作における画号は、大蔵年。落肝の因名は、義年。版元は、佐々木豊吉。観光開始は1889年ながら、完結は1892年と義年の没後であり、後半の作品のうちの数点は、 吉利の反死体を元にし、彼の門人たちが完成させた。題名の通り、全36点の図絵からなる。吉利は生涯をかけ、自らの作品の主題として、妖怪を重要視していたが、そうした中でも本作品は、吉利の妖怪画の集大成と称されている。題名の新型は、神経にかけたものとも、 古来の伝承にある妖怪を新たな感覚で描いたことが由来とも言われる。画面の枠は虫食い状になっているが、これは絵が劣化しているのではなく、最初からこのようにデザインされたものであり、後年の吉都が神経に異常をきたしていたための幻覚を描写したものとの説がある。妖怪画ではあるが、主題のはずの妖怪や成仏できない音量よりむしろ、 それらを見る人間たちの姿を中心的に描いたものが多く、中には、新田忠告道中に木を見る図、成平のように、妖怪、怪異を見る人間のみを描いたものもある。また、清春の霊桜姫を、忍ぶ不の図で恩領の姿を襖すの染みのように描いたり、平家物語で、平野清盛が遭遇したというされ神戸の化け物を、清盛福原に、 数百の人頭を見るの図において、襖の取っ手と月が重なってドクロに見えるよう、描いたりと、妖怪や怪異を隠し絵のように描写することで、それらが人間の妄想であるかのように解釈する手法も特徴的である。ありがとうございます。